福岡市で魚の加工販売を手掛ける井ノ口剛さん。この日向かったのは博多港から船で30分の玄海島です。今どういう魚が上がってるのかとか、そういった部分を、まあ、確認しに行くって感じですね。ありがとうございます。玄海島の漁師とともに定置網のポイントへ。タイやカワハギなど食卓でおなじみの魚が水揚げされる中、井ノ口さんのお目当てはアイゴっていう魚なんですけど、背びれと胸びれの部分に毒針がついていて、刺さると非常に危ないっていう理由で加工がしにくいっていうのがまず一つ。水揚げ後すぐに処理してあげないと、その内臓の匂いが身に回っちゃったりして、ちょっと匂いがあって食べれないっていう魚で、まあ、市場の流通に乗せちゃうとやっぱりなかなかこう価値がつきづらい魚なんですけど、加工や処理の難しさなどから通常は海に逃がすというアイゴ。このように加工が難しかったり、形やサイズが不揃いだったり、十分な水揚げがなかったりして、通常の流通に乗りにくい魚は未利用魚と呼ばれます。未利用魚がどれくらい取れるかは分かっていませんが、世界のほとんどの地域で3割の魚が廃棄されているといいます。井ノ口さんはこの未利用魚などを漁業者から直接仕入れて加工販売するサービス、フィシュルを手掛けています。去年3月のサービス開始当初から取引を続けている漁師は、助かりますね。捨ててるやつがお金になるんで、そういう逃がしてるやつ、すぐに加工すれば全然大丈夫です。食べたら美味しいのにみたいなの。玄海島のアイゴはすぐに福岡市東区の加工場に運び、1匹ずつ丁寧にさばきます。これまで3、40種類ぐらいは扱ってきたかなと思います。我々的には基本来るもの拒まずっていうスタンスなので、一度我々の方で一旦はトライしてみるってことが大事です。ボラは麦味噌漬けに、イラは塩麹漬け、イタチウオはハーブオイルコンフィと、未利用魚はすべて味付けして冷凍します。煮切り醤油漬けにしたアイゴは解凍してご飯にのせるだけ。手軽さが魅力です。タイに近い味わいです。すごく身が柔らかくて滑らかな舌触り、そして脂身がしっかりあるので旨味が感じられます。種類やサイズがバラバラの魚を無駄なく販路に乗せるため、定額のお任せ便にしました。売り物になりにくい魚を有効活用して、その美味しさを届けたい。実家が水産関係の仕事をしていたという井ノ口さんが未利用魚の加工販売に乗り出したのは、コロナ禍での漁業の苦境を何とかしたいと思ったのがきっかけでした。魚を取る人にとっても、その魚を食べる人にとっても、そしてそれら、2つを包括する環境にとってもいい、本当の意味で持続可能な新たな水産業を実現していくっていうのがフィシュルのビジョンなので、より多くのですね、未利用魚を我々の方でも扱えるようにしていかないとなというふうに思っています。未利用魚を活用した規格外の挑戦、今後地元の漁業者との取引を拡大し、フードロスの削減や水産業界の課題解決につなげたいとしています。